師匠。おい。お願いします。ドン。大椿優子様やないかい。もう師匠と言えばですよ。大椿優子様やな。はい。もう他の追随を許さない感じが来たからな、ほんまな。もう。でも実際さ、ほんまなんか、直でやり合った YouTuber って俺ぐらいじゃない？知らんけど、いるんかもしれんけど、多分おらんと思うよ。その大椿優子様を取り上げる人はいるかもしれんけど、うんうん、直にやり合った上で物事を語ってるっていうのは俺だけかもしれんよね。そうですね。もう地獄の底まで言ってやるからな。ほんまに、ほんまに粘着とか言われても、粘着しますけど、粘着するようにしたのは大椿様自身やからな、ほんまな。別にな。大椿様とかそっち系が粘着って言ったら、うん、あの特大のブーメランですから。ブーメランやな、お前らこそ粘着してるって、はい、でまあ大椿優子様が粘着してることの一つに、うん、労働問題があります。はい。で労働問題に物申してるわけやな、うん、はい。ツイッターや、知ってる？ツイッターの解雇、大量解雇知らんのか。あのさ、そっから説明せなあかんのは、イーロン・マスクは知ってる？名前ぐらい知ってる？うん、名前知ってます。あれテスラの社長な、うんうんうん、まあ、やり手やと言われてる、もう天才と言われて、うん、イーロン・マスクがツイッターを買収したのよ、うんうん、でツイッターで前々から赤字赤字赤字言われてて、なんか無駄なあれがあるっていうことで、うん、思いっくそ解雇したんや。7500円の7500人のうち半数を解雇や。思い切ったよね。すごい。まあ、さすがイーロン・マスクって感じだけど、うん、従業員に十分な説明があったとは思えない状況。まあな、それ一理はあんのよね、これ言ってることに、実は、うんうん、まあ、らしいね。岡野武史弁護士もよ、弁護士 YouTuber で、まあ、トップクラスと言われてもいいぐらいの岡野武史弁護士もやってるらしいわ、このツイッター解雇された人。前からやってるからな、あの岡野武史弁護士は。そういう労働問題で、なんちゅうの、非正規の人やけど、なんかこう企業からなんかそういう変なことされた人はうちに相談してきてくださいみたいなことやってたから、まあその流れで岡野武史弁護士もやってんねんけど、まあなんか一理なくはないねんけどさ、まあしょうがない面もあるじゃん。そんな赤字クソ垂れ流しの状態でさ、そんな人を雇ってる場合でもないって、その赤字の原因が何を持ってって言ったら、もうその人件費、もう人件費だけやわな、うん、言ったらな、こんなもんな、まあ、サーバー代とかもあるんかもしれんけど、うん、でこうた、まあアメリカとかではそういう解雇は割と頻繁に行われんねんけど、日本ではそういうね、なんか解雇っていうのはなかなかやりにくいっていうことがあるんで、そのアメリカのノリでポンポン解雇されると、他の日本の企業も、お解雇やっていいんだいうみたいなノリができてしまったら、まあそれはそれでまずいんじゃないかっていうことも言われてるんでね、一理ないこともないんだけどね。まあでも俺はイーロン・マスクの勝手かなと思うし。でさあ、まあこれが分かりやすい、イーロン・マスクがツイッター買収してからやったひどいこと一覧。ひどいことしたやね、イーロン・マスクは。やっていこうか。はい。やっていこうか。うん。自分たちが勝手にニュースを選んでトレンド上位に操作していた部署を全員クビにしたんや。ひどいよね。はい、うん、もうなあ、だから例えばさ、あったよね。ハフポストとか言ってさ、うん、女性の権利がどうのこうのとかさ。フェミニズムがどうのこうのとか、うん、左系のどっちか言うと、うん、ちょっとこれ左系に傾いてんちゃいますかっつう感じのニュースばっかり上げてたんや、うん、それをやってたやつら全員クビや。ひどいよね、うん、ひどいよね。自分たちに勝手に政治、さっきも言ったこと、政治主張を選んでそれ以外のニュースを非表示にさせてた部署全員が、だからさ、例えば左翼系に都合のいいニュースは
バンバン表示させるけど、うん、例えば保守系の、ね、なんか自民党がなんかこういういいことをしたよみたいなことは非表示や、うん、にしてた部署を全員クビや、はい、ひどいことすんなイーロンマスク、うんうん、自分たちのポリコレに反するクリエイターにシャドーバンを行っていた部署全員クビ。だから自分らの気にこいつ気に食わんよねみたいなポリコレにな、自分たちの持ってるポリコレ基準に反してるクリエイターはもうなんかシャドーバンだから見えへん状態にしてるっていう、なんちゅうのシャドーバンって言ったらアカウントバンにはされてへんねんけど実質上誰からも見えへん状態にするっていうのシャドーバンな、だから実質バン状態にしてるっていう、本人は気づいてないねんけど誰からも見られてないっていうね、そういうことをした部署をしてた部署を全員クビや、うん、なんちゅうことすんねんイーロンマスク、まあ、週4時間勤務で年300億の赤字を出してた部署全員クビ、ひどいよねイーロンマスク、うんうん、週4時間であこんな楽勝なね仕事ないわってね、週4時間勤務で週4時間非4時間でもないねこれよう見たら、あ、本当だ、俺ちょっと一瞬勘違いしたけど1日4時間ですらないんや、週4時間やで、え、師匠1週間って7ですよね、7で割ったらあれ7、まあ5日やったとしてもよ、うん、週な週休2日で5日やったとしても1日1時間も働いてないってことや、ひどいですね師匠、そんな楽をして赤字を出してた部署を全員クビにするのはひどいな、うん、イーロンマスク、ひどいですね、あと自動ミュート廃止とかシャドーバン廃止とかさ、うんうんうん、なりすましアカウント永久バンとかさ、うんうん、トレンド操作を廃止したためクビになった広報担当たちのついでもが全くトレンドに入らずとかさ、うん、ひどくねイーロンマスク、ひどい、いやいいことやなですよね、あれ、あれどう考えても改善の方やな、改悪じゃなくて、あれさすがやさすがイーロンマスクや、うん、だからこれを見るとよ、うん、正当性あるんちゃうかと思ってしまうよね、うん、でイーロンマスクあれやで、ちゃんとなんか何もかんも話によるとやで、何もかもただ首や首やお前首首ってかやってるわけじゃなくて、もうイーロンマスク自分で寝袋持参でそのツイッター社に行ってもうちゃんと、うん、これはこれでこれでこんなことやってんのがだったら首ねってちゃんと検証した上でやってるらしいよ本人がっていう感じやから、別に問題はないと思うんですけどね、まあね、ほんでね、なんか前々から言われてたハフポストとか朝日新聞とかで特定のメディアだけの記事だけがおすすめに出てきてみたいな、ほんでなんか偏ったようなフェミニスト側に都合のいいような記事ばっかりが出てくるみたいなこともなくなったらしいんでね、本当にすっきりしたって言ってね、ちゃんとガンダムが放映されてるときはガンダムのトレンドがちゃんと浮上してくるような感じになって、よく左翼側がやるツイッターデモとかわけのわからんことがなくなってきていいんじゃないかというね、だってキューレーションチームがこれバラしてるよね、竹下一子っていうフェミニスト記者がちゃんと自分らのやってたことをちゃんとバラしてくれてるというね、バラしているというキュレーションでこうやって選別してることやことやね、トレンドの内容をそれをバラしているということもあるんで、イーロンマスクが入ってきてまあ良かったんじゃないかというのが大方の見方でございます。ほんでまあ岡野武弁護士とかがやっている労働問題は労働問題としてやらへんちゃうかなと思う、なんちゃんとした退職金を払うとかさ、その辺は日本の基準に合わせてやればいいんではないかなと思います。以上です。